はい、今回はなんとダライアス、これをワンコリンチャレンジしていていきたいと思います。今回はね、シューティングゲーム、これなかなかな、シューティングゲームは難しいんちゃうかな。まあ長くできたらいいなと思いますが、まあいや何を言っとるんや、クリアが目的やから、俺はワンコインでこれをクリアしてみせるよ。いくぜダライアスね。懐かしいな、そんなにやったことないけどね。まあただなんせ俺はちっちゃい時からね、なんて言ってもね、あ、どんな、ちょっと待って、ちょっと何やねん。小さい時から俺はなんとも魚の食い方をめちゃくちゃ俺しつけられてるから、魚の食い方手使ったりしたことめちゃくちゃ怒られたから、魚食う、人食うのに。わかる？箸と口でちゃんと骨をね取らんと。まあ、その回もあってね、昔ね、高校1年生の時かな、彼女の家でご飯ね、魚でできたんや、えらい褒められてびっくりやったわ、俺もびっくりっていう、ね、そんなんで褒められるんや、感謝ですよ、感謝。あー怖い、敵の攻撃激しいな、なかなか。じゃあなんで魚の話したかって、ちょっとそうか、わからない人もおるな。ダライアスっていうのはさ、こう、まあ、今んとこ敵、普通の敵ばっかりやけどさ、ボスがみんなね、さ、お魚なんよ、お魚。だからね、要は俺の手にかかれば簡単に調理できるってことよ、わかる？だからこんなんダライアスはちょろいよ、多分ね、要は魚やもん。魚ってことはもう簡単でしょ。ちょ、敵これ結構激しいな、このゲーム。思ってたより、あ、これおしっぱでいいや、めっちゃポチポチ押してたわ。おーし、どうした、だいぶ強くなってきたじゃん。これも買ったやろ、シューティングゲームはやっぱ強化されてなんぼやからな。だー、これ死んだらやる気なくすやつやろな。おっと、ボムがだってもうほらもう強いもん。あと2個でマックスってことなんじゃないの、あれアームってなんなんやろ。あ、バリアのことか。うわ、なんか玉出てきた、これあれやね、お玉弱視の卵ってことちゃう。ふれふれ、これ火で壊せるやろ多分、誰やつって壊せるか。ほらほら、最初は多分何もしてねえ。うわー、結構弾早いな。おらーい、あー怖い、これもう終わり、弾結構いい、これ怖っ。これもシューティングゲームのセオリーやろ、このボムの威力が高すぎ、実際分からへんけど。ほら魚の調理は簡単よ、こんな美味しそうな魚切ったことないけどな。これ何やろ、シーラカンスかなんかなんかな。あ、これ狙い取ってるし、クエとかかもしれんな。でもクエもうちょっと顔っていうか体長いな、あの魚は多分あんま美味しないやつやで、今のは。さあ、お腹空いてきました。おー、ぶしょー、何、あ、そっかそっか、誰やさ、ルートがあるんだ、これ A、今ゾーン A やんか、ここで多分まあ分岐があるんよ。で、なんか違うゾーンに、into B ゾーン、B ゾーンに入ったらしい。うわー、こういう地面系嫌やな、地面で殺してくる系。これは初見殺し多いからな。お魚と戦う前にやられへんか、大丈夫か。お魚くわえてやるでしょう。魚くわえたるわ、俺がしっかりとバックンチョって離さないで一回噛んだら。俺な、剣士もすごい飛び出とるからな、昔からドラキュラってよく言われる。ドラキュラ牙みたいにすごい出てるから剣士が。え、取れてないし、うわ最悪や。え、めちゃめちゃ強い。え、
うわ、いいな。どういう仕掛けやるの？よくわからんかったな。怖い怖い。つい、打ったやつが上下に下がるってことなのかな。ちょっと怖いな。なしか、でも、キャラがめちゃくちゃ強い。めっちゃ強化されてるから。あ、これ、打たんとこ。よし。怖っ。もうやめとけよ、それ。うわ、これ欲しい。よっしゃい。うまいんと違うん、結構。どうでもないの、こんなもんなんだ。あ、やばい、やばくないか。いけたいけた。よし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 。あ、これ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 、盾が、盾っていうかシールドがあるから助かってる。あれ、これ全クリしちゃうんじゃないの。やっぱ魚、魚ってやっぱ俺にさばかせたら、さばくのと食うのも違うけど、いやまあまあ、さばくこともできるよ、こんな。いやー、ちょっと分からんけど。うえーい、ボスちゃう？ちょっと早く消えて、早く消えて。うわ、怖い怖い怖い。よし、もう大丈夫っぽい。さあ、次はどんな魚や？マグロとかがいいな。クエ食いたいよね。あの、のどぐろとかね。美味しいんだ。何やり？何？え？すげえんちゃうちゃうの、これ。これ絶対食えへんやつやん。いや、お前こんなん食えへんやつは、あ、無理やわ。ちょっとグワービッチャービーム打ってきた。うわ、怖い怖い怖い。これちょっと強くないな。やばいやばいやばい。多分あと1回ぐらいでハゲる、ハゲる、ハゲた、ハゲた、ハゲた。うわー、もう最悪や。うわ、まずゼロからな、これ最悪や。いや、これ強ない、こいつ。ちょっと、あ、分かった。うわ、よっしゃ。いや、これは食うたことないから。これなんな、富士壺、何か分かれへん。気持ち悪い。ほら、上行こうか。また C になるんかな、上行ったら。え、こんなん、この強化でいけるか不安でしかないんやけど。これしかも見にくいねんけど、その分岐が。下手したら死ぬぞ、これぶつかって。あ、でも連打せんでええからすげえ楽やわ。あ、 D ゾーン C かと思ったら D やった。あ、最初の下が C なんや。じゃあ上と下どっちが簡単なの、全然分からへんわ。それは多分簡単なルートと難しいルートがあると思うよね。よしよしよし。うわ、バリア助かる。バリアは今助かるわ。ただこの、あ、赤も欲しいな。赤が、赤がショットやから。よしよし。バリアまた、ちょうだい。ボム一番いらんと思うわ、多分。ボム一番いらんわ。多分。何人か言うなよ。エグいって。うわ、だからほんまだるいって。ほんま一回死んだら難しいシューティングゲームって。じゃあだからさ、結局はさ、もう違うやん。もうほんま、うわ、もう最悪やわ、もうほんま。せっかく魚さばいたろう思ったのに、このままずっとおっとったらボスまでいかへんかな。うわー、最悪や。うわー、魚もっとさばきたかった。もう美味しなさそうなんしか食うてへんやん。いや、別に食うてへんけどな。あー、くっそ。これがね、リアルなワンコインチャレンジってことですよ。うわ、なんか美味しく、深海魚みたいなんと、なんかもう変な富士壺みたいなやつしか食えんかった。食うてへんけどな。さばけんかったわ。はい、ってことで次はね、違う魚を調理していこうかと思います。まあ、よかったらね、高評価とチャンネル登録。ちょっとなんかこの回弱いな。まあこういう時もあんねん。しゃあないね。もう頑張ってね。はい、ゲームオーバー。もう、あー、何やそれ、その枠せかされたからもうやめるわ。ほなね、お疲れ様で、バイバイ。